どうも。女王様ダイエットのボクちゃんでーす。2日目、いただきまーす。ちなみに昨日はお昼これを飲んで、お昼を抜きで晩ご飯だけでしたけど、お昼飲む前の段階で体重が、77キロ。で、晩ご飯を食べて、起こして、ね、朝これ飲む、今飲んでるわけですけどね。先ほど測った体重がね、76.6。とりあえず 400g。とりあえず 400g をね、減っております。おめでとうございます。減るわな。まあ、ここまで感想なんですけどね、昨日お昼抜いたおかげでお腹すきすぎて晩ご飯ね、もうちょっと食べれたかな。ちょっとこれはまずい傾向ですね。せっかく飲んでる分だけ、本来これを飲むことによって食べる分を抑えるんでしょうけど、僕の場合ね、抑えた分だけなんか反動でもっと食べなあかんみたいなことで、ちょっと前途多難な様相を呈してきましたけども、これはちょっとお嬢様コースダイエットが、ね、成功するように頑張ります。これ今日もね、これからお出かけしないといけないので急いでるのでね、もうまもなく YouTube 動画の方撮影が終了します。はい、ということでお嬢様酵素ダイエット2日目でした。